みんながこう初めてメジャーデビューをするってことにな発表された、日本青年館、こうみんなの人となりだとか奇跡、こう結構時系列に沿って細川さんに寸劇入れてもらって、そういうのが分かりやすく流れてここまで来たよ、本人じゃなくて他のメンバーを演じてやります。内藤さん、ブース入って。はい、内藤ルナです。内藤さん、もっと男にできる。男、会いたかったよ。一旦止めよう。初めて今回演出家さんとご対面してめっちゃ緊張しました。なんか今日一人な気がする。あった、ちょっとなんか今やりすぎちゃったこのお姉さん顔怖い。あなたと生きる市長のカタポニカでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。びっくりやった。それでは以上、私たちあなたと生きる学習長ロッカジャポニカでした。ありがとうございました。たまらん本番ディレプロの声がちゃんとやったことないから、初めてマイクでディレプロとかするみたい。緊張しちゃう。ゲネプロ、私たちも、最後まで本気でやるので、皆さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そういうこと。ありがとうございます。恥ずかしい。なんか早く早く待って。なんかすごい。なにこれ。ありがとうございます。すごい。なにこれ。この紫めちゃくちゃ可愛いんだけど。ね、可愛い。ドジャポみたい。ドジャポだよ。おはようございます。私たちあなたと生きる学習長ロッカジャポニカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。力を出すだけ。うん、よし。じゃあここは変にせず、いつも通り5回で、はい、はい、高くね、せーの、1、2、3、4、5。ロッカジャポニカ行くぞー。やばいな。どうしよう。よし、どうしよう。次のゲームここは端、はい、もう受けていきます。イエーイ。
はロッカジャポニカマジカルビュー、早かったな。奇跡と奇跡の物語公演をご覧いただき、すぐ終わっちゃった。もう本当にステージから見るみんなの景色がもう本当にね綺麗で、すっごいみんな笑顔でね輝いてた。マジカルビューね、マジカルビューね、マジカルビューね。でいいんだよここで。うん、いいの。うん、いいよ。今日のせー